今始まりました。ちょっとまず、初めてなので、ちょっと機材の確認などしておりますのと、ちょっと音声とか聞こえたら教えてください。一応は聞こえたかなと。あ、聞こえてますね。ゆりりんさん、かべさん、ありがとうございます。これどういうふうに表示されてるんですかね。皆さん、ショートのところで見てるのかな。それとも通常のような感じで見てるんでしょうか。通常のライブが、まあ少しマンネリ化したということもあり、ショートの縦型のライブができますよみたいなのを見たので、ちょっと今まず接続テストを兼ねてですね、つないでみています。みんな聞こえているという前提でカメラもちょっと動かしてみましょうか。うん、今日はちょっとこの、これちょっと剥がしましょうか。このイベントについてですね。画面が縦じゃない。マジで？画面が縦じゃない。どういうこと？皆さんも縦じゃないのかな？でも見ている感じは縦に見えるんだけどな。これ縦になってると思うんですけど、どうでしょうか。もう縦っぽいな。ああ、画面は真四角です。あ、そうなんだ。そういうもんなんじゃないですかね。つぐみさん、ありがとうございます。あ、初めてライブを見ていただいている方もいると思いますので、会の鈴木と申します。発達障害の方の就職の支援などをしている、感じですね。あ、ややさん、ありがとうございます。画面は縦ですと。情報が錯綜しておりますね。今流行りの縦型、最先端かわかんない。吉丸さん、ありがとうございます。はい。で、今日はですね、こちらの、発達障害のある方のライフコース、学歴から成人までのその傾向と事例という、まあ、このイベントを、任されまして、今度来月、まあ、それのための、まあ、資料を作成してるんですけど、まあ、これを作成しながら、まあ、ちょっとライブの実験をしてみようという感じになってますね。まあ、ちょっとライブのニーズがあるかどうか、不安なんですが、とりあえず。はい。ちらちらと画面見ながら、チャット見ながらお話ができますので、教えてくださいという感じです。何かありましたら。で、まずは、こっちやっぱ見てた方がいいな。まあ私、月に1回ぐらい、いろいろと喋る機会をいただいてまして、今度は、武蔵野市、東京の武蔵野市のですね、イベントに呼ばれてます。で、いただいたお題は、あ、縦配信の場合、スマホで全画面にすると画面いっぱいの配信画面になるが、今回は違う。あ、そうなんだ。はい、ありがとうございます。学歴から成人までその傾向と事例というのを、まあ、お題いただいてて、まあ、こういう時皆さんすると思うんですけど、まあ、今までの、先月ですね、精査さんで話したところのものを、ベースにちょっと書いてみようかなと思ってますね。以前にこのショートテンパーさんでは私話したことがあって、まあ、数年前のご講演で学歴は試着する、成人期は背景を合わせるという比喩を使って説明してくださったことをよく覚えています。あ、ショートテンパーってそうですよ。なんだっけ。短期って意味ですけどね。
はい、怒りっぽいみたいなね。まあそこをひらがなで書いて、まあそれをポジティブに考えようみたいなやつですね。で、数年前のご講演で学齢期は試着する、成人期は背景を合わせるという比喩を使って、まあ、発達障害の子の、まあ、支援の方法とかを説明してくださったことをよく覚えています。で、ぜひこうした特性のお子さんは思考を重ねて、こうした背景を合わせるに至っているというような話をしていただけないでしょうかと。で、親なき跡が多くて学齢期を含めたものは数少ないということで、いただいておるんですよ。で、これのちょっと資料を作っていこうかなと思ってます。でも私もそんなに、いくつもいくつもですね、資料が作れるわけじゃないので、まあ、ちょっといい意味だと、過去公表いただいたものを使っていく。まあ、違う意味だと、つかみ回し。今していこうと。で、こういった講演の資料とかは、正直作るのがやっぱりめんどくさくって、後回しにしがちがなので、私は。なので、このライブをしながら、ちょっと皆さんに意見聞きながら行きたいなと思っています。で、この前、精査で、お話しさせていただいた、ちょっとスライド見ていきましょうか。もう皆さん、無料で、開演の、その、講座を受けるみたいな感じですけど。まず、発達障害のことの定義とか、まあ、最近のこのニューロダイバーシティって言われている運動との違いとかお話し、で、そこに、まあ、関連するワードっていうのが、まあ、知的障害とか、境界知能とか、まあ、ギフテッドとかですね。まあ、このあたりの話をし、で、さらにこの精神障害とかですね。あるいは、まあ、HSP とか、グレーゾーンとか、まあ、こういうところもですね、お話をして、まあ、海炎がどういうふうに発達障害のことについて考えているかっていうのも見ていっている感じですね。いつも講演ではね。で、ニューロダイバーシティ。これは、東大の先端研の近藤先生のスライドを丸パクリさせていただいているんですけど、まあ、当社のイベントに、登壇いただいた時のものを、ここに書かせて、引用させていただいていますね。まあ、その、医学的な発達障害という、まあ、出方をした概念ではなく、まあ、女性活躍とか、LGBTQ とか、まあ、もっと古くは、黒人とかですね、そういった公民権運動とか、そういった人権の話題から出ているもので、まあ、一人一人の脳が多様だ。まあ、そこがその自閉症のところをきっかけに出てきたキーワードだと。まあ、こういうのを大体ご案内した後、まあ、teach と ABA っていう人のこの心の中に入るアプローチでなく、まあ、外部の環境を整えるっていうことがとても重要だよっていうのを話し、で、自立に向けた支援っていうのはどういうのあるのかなっていう制度とかですね。あと大切なところである弱みの矯正するんじゃなくて、本人の、自己分析を高めていきましょうみたいなやつとか。はい。まあそういうことができると合理的配慮っていうのが学ぶ場とか働く場とかでもあってってことですね。ああ、2024年には民間でも義務化って書いてあるけど、ちょっとここ。民間でも義務化しても24年から民間で義務化もされましたね。はい。ああ。先送り癖は鈴木社長にもあるか。ありますね。はい。いろいろあります。この3つの E。これがちょっと説明しづらかったんだよな、この前。ちょっとこれは、後ろの方に回しちゃいましょう。それで、合理的配慮と。で、なぜキャリア教育が必要かってなんでここであるんだっけ？合理的配慮が必要で。あ、今見始めた方へ、海炎の公式チャンネル、発達障害、仕事、強みをしている、海炎、ニューロダイバーシティ社会の実現を目指す、と言っている、海炎の、ちょっとライブの縦型配信の実験をしております。で、今日は講座の、講義かな。来月、東京武蔵野市でするものの、講演の資料作りを皆さんと一緒にする感じですね。なんか分かんないことあったら教えてください。で、こういうのが必要で、で、なぜキャリア教育が必要かってなんでここにあるんだっけ？自立の向けた支援だからか。で、まあ、働くとか自立とかっていうときに、キャリア教育が有効な理由書いて、で、いつからした方がいいか。
これちょっと違うよな。キャリア教育と障害告知ってちょっと関係ないですよね。これ前回喋った時も喋りづらかったとこなんだよな。自己理解はいつ頃できるにした方がいいか。うん。そう変えましょうか。これいちいち、ちょっと。画面変えて。自己理解はいつ頃できる。自己需要にしようかな。いつ頃できる。これに変えよう。うん。いいんじゃないですか？本当かな？適当する。で、陥りがちな罠。ああ、でもちょっと違うか。ちょっと待ってくださいね。自己需要。これは、二つ上ぐらいがいいかな。二つぐれ、自己需要っていうのがあって、自己需要はいつ頃本当はできるものかっていうのがあって、で、あと合理的配慮。で、自己需要ができると、まあ合理的配慮みたいなのが使いやすくなるよっていうことと、で、就職につなげるキャリア教育を子供のうちからしたいんだけど、まあ、で、なんで有効かっていうのはここに書いてあるけど、まあでもその時の問題点みたいなのもここにあるよねっていう感じかな。結局学校が忙しいとかですね。子供が興味を持たないとかで、なかなか学齢期からっていうかな、思春期になかなか将来のこと考えてくれないよねっていうことをちょっと書いてありますね。で、就職に向けた支援、あ、そっか、そしたら。これは就職に向けた支援の方。何やってるかちょっとわかんないかもしれないですけど、ちょっと今スライドの順番を入れ替えてます。で、そのためにどんなプログラムが有効か。で、あと、カイエンティーンズが大切にしているポイント。うん、これでいいかな。で、うん、いいんじゃないかな。ダメかな。で、あと、障害者雇用の歴史。こんなの入れていいのかな？順番的にぐちゃぐちゃですよね、なんかね。しかもなんか似たようなスライドが重なってるな、デザイン的に。で、あと、新しい働き方。うん、このあたりは結構ニーズはあるかもしれない。あと、いただいたテーマについて。あ、これは前回のやつなんで消さなきゃいけなくて。で、いただいたテーマで、ここはまあいいとして。うん、ここはもう事例を入れましょうか。で、事例はこういった、小4の男子 ASD。で、こんな子が、進学進路支援がどういうのがいいかとか、事例2が21歳の女の子で、まあこの子が、まあどういう課題がありそうかとか、だから高2の男子。うん、まあこういう事例って皆さん知ってるかもわかんないですけど、実際に本当にあった事例っていうよりも、いくつかの事例をこう混ぜてるっていうかな、まあなんかありそうだね、こういう事例みたいなやつですね。おそらく事例 ABC は今回はちょっと合わないのかな。うん。まあでもとりあえず1,2,3を用意して ABC は今回はいらないと。付属にしよう。いつもいい。これでいいか。あ、終わっちゃいました。実は。皆さんも、今日ライブでしようと思ったこと終わっちゃったんです。こんな感じでいいのかな。何か質問がなかったら、もうちょっとライブで何するか考えなきゃいけないんだけど。縦型ライブって何するんですかね。講演をした方がいいのかな、これで。ちょっと今作ったファイルで、これ顔が出なくなっちゃうんだけどね。はい。じゃあちょっと、
講演の練習をしてみたいと思いますので、ぜひ、疑問質問があったら教えてください。来月のイベントで、こういった、発達障害のデコボコのあるお子さんのいろいろ思考を重ねていくっていうのを、どうするか。あ、パワポに無駄にこだわっちゃう。あ、そうなんですけど、これ、まあ、言った通り、今までうまくいった講演のパクリにちょっと近いんで、まあ、こういったニーズがあるものをちょっと見ていきましょう、なんですけど、まず、プレゼンテーションモードにしようか。ごめんなさいね。音がいい持ち方を考えてるんで。よし、これでいいか。で、ああ、そうかそうか。いただいたテーマについてっていうのが、ごめんなさい。ちょっと、一部だけ変更させていただきます。いただいたテーマについてとかっていうのがあったね。あ、さっき消しちゃったか。だから、講演をするときって、まあ皆さんどうやってやってるのか、私他の人のやつは見たことないんですけど、自分の場合はこう言って、すごく受けが良かった講演のを修正することがとても多いんですよね。まあその方が大体、まあ皆さんも喜んでもらえるんで、ただ逆に言うと、3つのケースで考えるって書いておこう。逆に言うとちょっとあまりにも、なんて言うんでしょうか。安直すぎるんじゃないか。あ、スプリングMさんこんばんは。はい、ちょっと縦型っていうのをちょっとやっておりますんで、意見があったら教えてください。とりあえず今日は、5月に行うショートテンパーさんという団体のイベントの、資料を作成してみて、ちょっと今から、まあそうだな、10分ぐらい、やってみたいと思いますんで、皆さんちょっと感想を教えてください。本来はね、多分90分ぐらいかけて喋るものを、ちょっと10分ぐらいで話したいと思います。で、ショートテンパーさんからいただいたのは、発達障害のある方のライフコース。学歴から成人まで、その傾向と事例という。お題ですね。あ、島根子さんもこんばんは。はい。リモートにあったらいつでも教えてください。で、今日の目次は、まず、発達障害からニューロダイバーシティへっていう、まあ、最近よく言われる話題について、海炎がどう考えているか。あと、まあ、王道の支援法ですね。まあ、発達障害的な人に Teach と ABA って何でいいと言われているのか。で、あと、まあ、自立に向けた支援とか、就職に向けた支援っていうのが、まあ、今回のショートテンパーさんの聞いてる方は、まあ、思春期の親御さんが多いので、特にお母様が多いですかね。まあ、そのあたりについての話と、まあ、なので、今10歳ぐらいの子が働き始めるのは2030年とか35年なので、新しい働き方っていうのが、まあ、今言っているものが主流になってるかもしれないんで、そのあたりですね。あと、猫アンズさん。はい、こんばんは。よろしくお願いします。あと、いただいたテーマについてということで、いくつかのケースを考えながら見ていきましょうと。で、会員はこんなものですよってことですね。まず、発達障害からニューロダイバーシティへ。まあ、ADHD とか ASD とか SLD、限局性学習症とか DCD とか言われますね。で、このあたりはいわゆる医学の言葉で、まあ、素人的に言うと、このあたり、スイッチの切り替えとか、先読みとかですね。このあたりの感覚過敏とか、読み書きとかですね。手先の器用さとか。まあ、でも、いずれにせよ、ここは医学モデル。まあ、できないところとか苦手なところをもとに診断されるものですよ、とか。で、あと、発達障害に関連するところで言うと、知的障害の高い、低い。まあ、IQ70 以下。あと、境界知能って言われるのが、ここの青い部分ですね。人口の 14% と言われてますけど、なんか、ホリエモンからだいぶ叩かれてるところですね。はい。いろんなできないことの、人を色つかせることの原因だと言われちゃっている。まあ、そんなことないんですけど。
まあでも、発達障害とこのあたり重なりやすいんで、まあここの話とか。一方でギフテッドっていうのは通常こっちの130以上の人を言いますかね。かつ、凸凹があるというか、非常に際立った何らかのものがあるみたいな、生きづらさを抱えているような場合が、まあ、ギフテッドと言われるケースが多いとは思いますけど、まあ、このあたり医学用語だったり、教育の用語だったりとか、ちょっとこのあたりも説明していくことが多いです。あと、精神障害っていうのは、基本的には10歳以降というかな、思春期以降の、発症のもので、今まで見てきた知的障害とか発達障害とかって言われる、まあ、いわゆる生まれ持っての特徴とは違いますよね。はい。で、発達障害と精神障害が重なることは非常に多いですよ。と、うちの場合はほぼ半数ですよ。みたいに書いてあります。あと、さっきギフテッドってとこで一つ出しましたけど、その他にも気をつけたい言葉が HSP とか HSC とか、これはもともと生きづらさとか関係ない心理学の用語ですけど、今、生きづらさとか感覚が過敏とかっていうところで、それは、まあ、心の感覚だったり、聞く方だったりとか、見る方とかだと、いろいろありますけど。あと、グレーゾーンとかですね。はい。まあ、あります。それから、あと、生活リズムとか睡眠が苦手。まあ、こういうところも、まあ、ここ、まあ、精神障害に重ねていいんですかね。ですけど、ありますよ、みたいなことを話してきますよね。あ、福ちゃんさん、ありがとうございます。こんばんは。で、一方で、ニューロダイバーシティは、さっきもちょっと言いましたけれども、人権に関する言葉ですね。これ、近藤先生のスライドをお借りしておりますが、引用させていただいています。だから今まで見てきたことは、まあ、医学とか心理とか、そういった学者の言葉って言った方がいいかな。学会の言葉ですけど、ニューロダイバーシティっていうのは、この人権の言葉で、当事者から出てきている言葉で、こう、ここにあるように、自分たちの経験から出てきてるし、自分たちのために嘆く、そういうような、なんか悲しい対象として、自閉症とか発達障害とか語らないでっていうところから出てくる、まあ、人権の言葉ですよ、肯定的な言葉ですよ、みたいなのが書いてありますよね。まあ、こういうのを話して、なんか発達障害イコールニューロダイバーシティは当然ないよ、みたいな感じですね。はい。で、途中から見たかった、今、5月にする、講演の資料を作ったんですけど、あっという間にできちゃったんで、ちょっと、練習してます。で、そういった感じで発達障害とかニューロダイバーシティを考えていただいて、講演で聞く方は親御さんが多いんで、ご自身のお子さんについて少し、なんていうのかな、見方が少し変わったかもしれない中で、じゃあ支援でよく teach と aba って使われるけど、これなんでなのっていうのは、ちょっとここでは話しますね。はい。これ結構、核心に近いところで、まあ、簡単に言うとですね、よく私が言うのは、本人のやる気とかですね、本人の本音とか、本人の、感覚というかな、心の内とか、まあ、そういうのとは違うアプローチなんですよね。だから、teach とか aba って、その人の気持ちを考えましょうとか、傾聴しましょうとか、まあ、そういう場面って基本的に出てこない。来づらいものですね。そうじゃなくて、本人が何か意思を持って、本人がしたいことをするっていうものじゃなくて、本人はいろいろこう、周りの環境に反応するものだと。意思を持って動くっていうよりも、周りのもの、変化、刺激に反応するものだっていう考え方をしてますね。はい。だから、teach も周りの環境を変えて本人が生きやすいようにって感じですし、aba とかも、周りのその刺激をうまくコントロールして望ましい方向に持っていこうという、こういう本人の心の中に入るというよりも、外を調整するっていうのが発達障害の人には、なぜか効くっていうことで、この teach と aba が残っていますと。で、開演もこの考え方、もちろん重要視してますし、皆さんの子育てでも重要視してくださいね、みたいに書いてありますね。はい。あ、LL さん、ニューロダイバーシティとなんか特殊な才能ないとあかん気がしてしまう。あ、そうなんだ。それはね、ちょっと後で説明しますけど、ちょっと、そういった尖った才能があることをニューロダイバーシティって言う人が、まあ、日本もそうなんですけど、海外にもおりまして、まあ、当社もその、少し責任があるのかもしれないんですけど、まあ、そういう言葉だけじゃないですよね。あ、いちごさん、こんばんは。よろしくお願いします。
あ、ここは1枚しかないね、丸にね。まあ、なので支援はこんな感じ。じゃあ自立に向けた支援ってどういうのがあるかっていうと、まあ、通級とか支援級とかですね、特別支援級のことですね。あと特別支援学校も当然あるとか。あと、まあ、高校になると通信制サポート校みたいなのが結構あるよとか。まあ、開園もやってますけども、放課後等デイサービスがあるとか。あと、まあ、小児科医に行くことが多いかもしれないですけど、まあ、児童精神科につながれるといいよねとか、ありますが、こういった機関を使いながら、じゃあ何をするべきかっていうと、弱みを矯正するんじゃなくって、まあ、自分を理解してください。受け止めてください。で、セルフアドボカシーってありますけど、これは自己権利擁護っていう、自分を受け止めて、自分がデコボコで、こういうふうなサポートを受けると、自分はもっとうまくいくのになっていうのを言えるようにする感じですね。これはまあ、どういう考えでもいいんですけど、何かな。そうですね。ちょっとうまく言えないけど。まあ、物が書けないときに、こういった、タイピングができるように用意してください。そうすると自分はうまく働けますとか学べますとか、まあ、そういったことができるようにするために、支援というのを受けるもので、弱みを矯正するものじゃないよみたいなのはここで説明しますね。はい。ただ自己需要とかですね、っていうのはそんなに簡単にできるものでなく、まあ、あ、ここなんか変だな。ここは告知の話が書いてあるな。自己需要はいくつ頃できるという、自己需要のための、自己需要のために、障害告知はすべきとかにしとこうか。こっちの方が合ってるな。もやし丸さん、サポコーで散財した。そうなんだ。散財っていうかな、どうかな。自己需要のために障害告知はすべきっていう、なんですけど、基本的には障害告知っていうのは思春期の入り口ぐらいが良いとかって言われてますけど、はい。まあでも、いわゆる障害名を伝えるっていうのはあんまり意味がなく、自己需要のためには、自分はどういう得意苦手があるのかっていう、障害の名前というよりも特徴を伝えた方がいいですよね。はい。一方で、現実問題としては、告知の有無に関わらず、就職活動特性に直面するっていうのが、まあ、本当のところですし、あと、そっか、この前、先生が、宮本先生が言ってたのを付け加えよう。なんか、完成したと言っておきながら、やっぱり喋ると、なんか変だなとかも思いますね。まず、まあ、多くの、最近は、ネット、スマホで、ある程度、すでに知識がある本人に知識がある場合多いと、まあ、昔はね、その発達障害とかっていうのはやっぱなかなか調べられないとか分かりづらかったですけど、宮本先生、この前会員の特別セミナーで先生で言うと、まあ、最近はもう調べてある程度知ってますよ、まあそれが本当に知識があるって言うと変だけど、まあでもそうか、名前っていうところでは知っている。だけど本当の意味で自分がどういう影形をしているかは分かんない人が多いかなって感じかな。で、学プロ、例えば当社も学プロっていう大学生や専門学校生向けのやってると、もう最近はやっぱりあれですね、昔はね、発達障害って言葉出すの少しこうためらったんですけど、今全然自分たちから言ってきますよね。だから、まあ、まあそれは親御さんがそういう、自己需要をうまく促せてるケースが多いとも言えるし、こういったスマホとかで、そういった情報に、自然に接しちゃうケースが多くなってるってことかもしれないですね。はい。なので、すべきすべきじゃないかっていうと、障害名を伝えるのはあんまり意味がないけれども、特徴は早めに伝え始めて、上手に自己受容し、周りに配慮を伝えられ始めるといいかな、みたいなことですかね。ちょっとここ資料後で変えようかな。はい。あと、合理的配慮っていうのは、実はその一般雇用でも支援があるし、例えば特別支援学級とか特別支援教育じゃなくて、通常級とかでも当然配慮をしなきゃいけないよっていうのがここに書いてありますね。はい。もう義務化もされてますよっていうことですね。ちなみにだから配慮っていうのは、アコモデーションっていう英語の訳なんですけど、まあ、アコモデーションで通常調整なんで、合理的調整をしてもらう。だからなんか配慮というとヘリクダウルっていうか、なんていうかな。やってもらうって感じですけど、調整っていうとね、
まあ、なんか上下関係あんま感じないんで、本当はだから調整してもらうぐらいのつもりがいいと思いますね。とかっていうのを講演では話してきますね。あと、就職に向けた支援っていうのは、ああ、ここ変えなきゃいけない。2.5% になってる。失礼しました。すでに 2.5% になっており、来年の、再来年か。再来年の7月には 2.7% に上がりますよっていう。だから、こういうようなものもできてますよと。話しながら考えて文章も構成して発信して。ああ、ありがとうございます。自己需要ってワードいい。ああ、ありがとうございます。そうですよね。自己需要の文脈で書かれても何でもポジティブみたいな。まあ、そうでもない。確かに。あと、ゆりりんさん。患者側は実はある程度ググってから知っている説。うん、もう結構子供でも知っているはずみと思うね。あと、就職の見方支援は、ごめんなさい。だから、こういったのがあるよとか。あと、あ、よくね、ちなみに一般就労って、あ、福祉就労って障害者雇用って言っている人もいるんですけど、基本的には福祉就労っていうのは B 型のことを指しますかね。最低賃金がもらえるとか、まあ、今だと週20時間とか30時間以上もらって、最低賃金の場合は、まあ、一般枠とか障害者枠とかいう人がいますけど、まあ、こういった方になりますね。だから一般就労にも障害者雇用が入ってますよってことですね。はい。で、就職に向けた支援は、そっか。やっぱここに置いとくのおかしいな。なんでおかしいかっていうと、ここで話したいのは、就職の支援っていうふうになったときは、これ何かっていうと、あれなんですよね。あれってなんだって。自立に向けた支援っていうのは子供の時の支援を言ってて、あ、ちょっと間違っちゃった。ちょっと、つまり、今回の目次はこうなんですけど、まあ、ここの1がすごく長かったですけど、2の応答と3、自立に向けた支援。だから、自立就職に向けた支援、子供編。4、自立就職に向けた支援、大人編。これがいいね。じゃあ、こう変えましょう。そうだな。子供編だったな。3番はね。自立や就職に向けた支援で、ここは子供編。子供の時何ができるかっていうのが3のところで言っており、で4は、大人の時に、大人になってから、何ができるかっていうのを、まあ、喋りたいわけで。あ、鈴木社長もキャンバ派なんですね。そうです、キャンバですね。これね、大人編、子供編。これが正しそうですね。自立のために告知はすべきか。で、合理的配慮があるから、まあ、告知するしないとかに限らず本人が理解して、配慮。まあ、でも本当は調整をすることをお願いできるようになっているといいよねって話なんですけど。で、こっちに入るのか。で、なんでキャリア教育が小さい頃からあった方がいいかっていうと、まあ、発達障害の行動、将来のイメージがついてないから早めに、こういったイメージついた方がいいよとか、あと普通がより高度になっているっていう、まあ、例えば明治や大正の時に働くっていうのレベルが1だとすると、令和の時代に働くのはレベル10ぐらいになってないと働けないかもしれない。だから普通に働くっていうのはすごく難しくなってるから、やっぱ早めの準備が必要とかね。あと、キャリア教育っていう学校の教育じゃないところでいろいろ体験をすると自己理解につながる、自分のデコボコを違う角度から見つめられるみたいな感じで結構重要だよって話をするんですけど、一方で学校が忙しいからそんな学校以外のことやってられねえじゃねえかよとか、あと支援者の限界は子どもの限界、まあ、例えば学校の先生っていわゆる社会に出たことがないとか言われますよね。だから学校の世界のことしか教えられなくって、まあ、それが子どもの限界になっちゃうとかね。あるいはそもそも子どもが将来のことに興味持ってくれず YouTube とか Minecraft としか
できないみたいな感じですかね。あ、パンダラさん、シャメシャメさん、ありがとうございます。新しい実験に参加いただき。はい。で、大人になった、あ、そうかそうか。ここも変えなきゃいけないんだじゃん。ちょっと待ち。だから、丸4は、自立就職に向けた支援で、大人編。これいいかな。こういうスライド作るのって好きな人本当好きですけどね。私が好きかどうか、あんまり、あんまり好きではないですけど、自立就職。で、ここは子供編。あ、ちなみに、このあたりの、講演が聞きたいっていうのがありましたら、海園のウェブサイトに来ていただくと、鈴木への講演の頼み方みたいなのは載ってます。はい。子供編というのを入れて、で、さっきから見ている、ちょっとここのあたりちょっと手直ししてますけど、子供時代にね、何がするべきかどうすべきかみたいな。であとは大人編。で、大人編はどんなプログラムが有効かってことなんですけど、まあ本人のね、自己理解がまだできていないケースもあるかもしれないから、まあそれもしつつ、まあできている場合はもう本当に仕事の練習したりとか、やっぱり先輩の体験談、まあこれ子供も重要ですけど、まあいざもうね、20とか22とか25とか30とかになった時に、まあ就職したちょっと前の先輩がどういうことをしてたのかとか、まあそれリアルに聞けますからね。で、その上での自己研究とか自己理解が重要ってことですね。はい。であと、ここのスライドはいいならないかな。でもあった方がなんか落ち着くかなと思って。障害者雇用。あ、これ、だからものすごいスピードで実は上がっているんで、2040年とかね、この講演を聞く人が、大人になる時には 4% とか 5% になってるかもしれませんよっていうことで、まあ、障害者雇用っていうのが結構多くの人が働く枠になりますよみたいなことを話しますね。あと一方で新しい働き方で在宅勤務の話とか、まあ、短時間労働、2024年度より、これはもう、そうだね、4月からなってますね。あと農園雇用、まあ、これも、海園の YouTube チャンネルでだいぶ話していますけど、まあ、そのあたりの話をして、まあ、なんて言うんでしょうか。なんかうちの子、なんか3と4とか聞いてるとね、ちょっと無理なんじゃないか、うちの子働けないんじゃないかみたいに思う方いるわけですよ。こんなちゃんと子育てしてなきゃいけないのか、うちの子はとてもとてもできてないんじゃないかみたいな感じで聞いてショック受ける人がいるんですけど、いやいや、いろんな制度がありますよとかっていうのを最後新しい働き方で説明してますね。はい。で、3つのケースで考えるっていうことで、小4男子の ASD の IQ70 の子で、兄弟はいなくって、親は教育方針でしたか、ちょっとリアルすぎる家庭だな。で、あと医療が、自分で書いておきながらちょっとビビってるんです。3歳児検診以降は、まあ、定期通院はしてるけど、服薬がなしで、放課後とデイサービスも通ってて、結構安定して、まあ、いろいろ、通えてるけど、何かこう、勉強ができるわけではね、やっぱなかなかないとかね。で、この場合、中学は支援級に行かせた方がいいのかとか、高校から特別支援学校がいいかとか、まあ、方向性はどうなのか、B 型にするのか、障害者雇用にするのかとか、あと、その他の支援、自立就職のために、例えばお金のことどうするかとかね、性のことどうするかとか、はい、住む場所とかね、まあ、どうするのかみたいなのを、まあ、いつぐらいからやった方がいいかとか、親は備えてた方がいいかみたいなのをちょっと話して、はい、今回はなんか、ショートテンパーさんという団体で話すんですけど、
お金のことについて触れてほしいということなんで、ちょっとお金のことについて触れながらやる話だと思いますね。で、あと、二つ目が21歳女性で ASD、ADHD の診断がある子で、この子は不登校ですね。一番目の子はね、まあ、いわゆる境界知能知的障害ぐらいだけど、まあ、小さい頃からすごく安定しているんで、まあ、実はあんまり、なんて言うんだろうな、こんがらがらないっていうかな。一方で、こちらはちょっとこんがりそうですね。こんがらがりそうですね。で、不登校期に通院して、入院もしているんだけど、まあ、結構若くしてグループホームとかもいろいろなんか知っていて、検討していてとか、不通級、不通校。だから、あんまり、いわゆる学校での支援を受けてなかったって感じかな、不登校だけど。うん。で、診断が、だから、この、大学になってから着いたみたいな感じかな、病院に行って。あ、違うか。不登校を機に通院って書いてあるな。で、自分の好きなことは、まあ結構遊びに行けるんだけど、みたいな。まあこういう時に大学をに復学した方がいいかとか。で、障害者手帳を取った方がいいかとかですね。あと、この子の場合も、まあ稼ぐ力はね、一瞬ありそうだけど、本当に安定して働けるのかっていうと、お金どうするのとか。まあ、男の子からはモテるかもしれないから、なんか、結婚していくのかとか、まあそういうことも考えながら、まあどういうふうな生活を親としてイメージしていけばいいかみたいなのを多分話しますね。で、三つ目は高2の男子で、ちょっと年齢がもう一回若がありますけど、まあ、勉強いやいや集中力続かない。ここ IQ のこと書いてないけど、あ、書いてあるか。ウィスクで105。で、服薬もちょっとしていて、で、結構ね、公立高校の偏差値60後半のところに行くってことは、いわゆる勉強ができる子だったんだけど、なんか今はもう宿題についていくのがやっとあれもできないぐらいで、もう勉強すると頭痛が出て、で、ボクシングには喜んで通うみたいな。なんか明確にボクシングって書いてあるのはなぜかわかんないですけど。で、本当は理系の方が好きだったはずなのに、もう理系はいいやみたいな、なんかこう人生、捨ててるみたいな感じに親から見えてたりとか。で、この人はなんかいろいろできそうなんだけど、なんか止まっちゃってて一般枠で働けるのかな、やっぱり障害者枠がいいのかなとか。はい。まあこの場合も、まあ今回だったらお金っていうのは、でもお金のことは書いてないから大丈夫そうなのかな。まあでも生活がね、どうなのかっていうところ。生活が安定すれば、働くのもなんか一歩前進しますけど、そういうのが大丈夫なのかなみたいなのを、まあ、親御さんと話して、行くネタって感じですね。はい。で、この ABC はちょっとさらに大人になった時のケースとかなんで、まあ、講演しながら興味があったらちょっと話そうかなぐらいですね。みたいな感じ。まあ、一応流れたんじゃないかな。どこか聞いてて分かんないところありました？はい。今から見始めた方へ、ちょっと、実験的に縦型配信というのをしてみたくてですね。やりましたと。はい。で、あ、ショートテンパーさん。こんな団体。だと思う、多分。で、ちょっとまだ予告されてないんですけど、私が5月にやるので、今の講演内容をちょっとやっていこうかなってことですね。あ、ちなみに、何にも皆さんから反応がなく、まあ、とりあえず、ぐらいの感じだったと理解してるんですけど、ちなみにこの縦型配信でなんかゲストを入れられるらしくって、どうやって入れるのかな？ああ、送ってないからか。一緒に話せる人が多分追加できるんですよね。なので、途中で入れられるのかと思ったけど、途中では入んないのかな。メールで送るのかな。だからメール番号を知らないと入れないのかもしれないです。はい。ってな感じです。正直、資料はできたんですけど、
ライブでやっている意味をそんなには感じなかったっていうか。ので、また縦型配信するときには、ちょっと作り方をまた考えて、やっていこうとは思っていますが、公演はさっき言ったように、月に1回か、2回かありますので、その時に応じてまたこの配信をするかもしれません。みんな中身よりもキャンバーが気になっている。ああ、そうか。そうかもしれないです。いかがだったでしょうか、今日の生配信急に終わりを迎えますが、プレゼンテーションは作れました、5月のイベントもしいらっしゃる方がいましたらお会いできればと思います、今後もちょっと、この方式がいいかどうかはまた皆さんの生の声も聞きながら検討しますが とりあえずなんかもう少しやりとりがうまくできるようなフォーマットを考えて内容も考えていきたいですが、すぐには思いつかないかもしれないんで、またこの講演を、の資料を作りながら皆さんと対談するようなことをちょっと企画しようかなと思っています。島猫さん、講座申し込んでみようかなと思います。 ありがとうございます。 LL さん、鈴木代表のライブは週何回やってますか。この縦型配信は今回初めてしました。多分ゲリラ的にします。毎週木曜日、明日ですね、だからね。明日は、なんだっけ、お悩み解決ルームっていうのを、まあ、通常のライブ配信、普通のカメラで、してます。ので、週1プラスアルファぐらいに考えていただければと思います。はい。他は質問なさそうでしょうか。あ、島猫さん、武蔵境駅。あ、そうなんだ。会場、そうかもしれない。渡辺さん、キャンバーいいですよね。あ、そうです。私は使いやすいですが。はい。あ、気になって来てみました。ありがとうございます。じゃあ、ここでライブ配信は今日は終わりにしたいと思います。また、いつの日か、縦型放送で、配信でお会いできれば幸いです。では、おやすみなさい。